無理。2月13日のマッスルゲートよくね出るって決意してくれたよ。ありがとう。決意というかあれは何て言えばいいんですか。ありがとうね。それに伴ってねトレーニングをしなきゃいかんと、まあ、言うてもそんなやってないだろうからこれからはね週に1回ぐらいはねこうやって会って一緒にトレーニングできたらと思うんですけど、今日もやってきました。 E-Life ジムさんです。どうもこんにちは。いやいつもありがとうございます。はじめさん、ありがとうございます。そっちからですよ。これから週1で全くんを一緒にトレーニングしようと思うんで楽しみですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず 3週間後の大会目指すんで3週間ってもう大体もみんな仕上がってるんじゃないですか。はい。だけど、レテン君の場合は脂肪もなければ筋肉もないんで、はい、とりあえず取らせようと。そうですね、いっぱい食べないと。そうで、今自称54くらいあると思うんですけどね。54くらいらしいんですよ、うんうんうん。まあ、なんで最終的には5月ぐらいの大会もちょっと見据えてるんですけど、なんでその時ぐらいまでにプラス10キロになってればいいんじゃないかなと。理想的ですね。今日はね、足トレ、スクワットからちょっとやっていこうと思います。はい、レテン、頑張ろう。頑張りましょう。はい、ちょっとできるだけ早く帰れるように。真面目だからね。真面目な動画だよ今日。ああ、ガチで。ガチで。ちょっと一回まだきついちゃったけど、真面目にやるから。これでもお遊び終わりだから。うっかり。うっかり。マジでうっかり。はい。からも俺真剣にやるから。はい。おふざけじゃないよ。うん。真面目なところ伝えるんだから。はい。うん。よし、こう。レテン。はい。じゃあ一発目は、スクワット。フリーメイトじゃないよ。スミスマシンで、スクワットやっていこう。はい。スクワットやり方わかるよね。まあなんか。座って起き上がるだけですか。そう、重量が重量だ、まあ、とりあえず5回やってみようか。何ですか、大丈夫ですか。大丈夫、20キロしかない。走って帰れるくらいの体力は残しておきますわ。すげえ登ってるじゃん。これ真剣だから今日本当に。俺はね、本当にこれからのね、レテンの生活もかかってる、ね、生活までかかってますか。うん、死ぬよこのまま。死ぬな。このままの生活習慣クソすぎて死ぬから本当に。よ、せーの、もう一回。あ、全然重たいですよこれ。あ、真剣だよ今日。ちょっと待ってこれ。絶対これ以上無理です。嘘、なんで？いやもう起き上がれない。ここまで下行ったら、これ以上下行ったら危ない。嘘、20だろ。いや絶対無理です。真剣な動画だから今日マジ。いや頼む。真剣にやってますよ。嘘、真剣にやってくるの。うわ。遠いね、これ思いやられるんだから先が。ちょっと待って。どこ痛いの？もうちょっと。ちょっと待って。信じらんない。嘘。一回回らないの。無理です。ありえないでしょ。女の子でも負けるってこんなの。いやー、ちょっと僕無理だった。女の子以下だったの。そうですよ。JK じゃん。え、嘘だ。20キロ、しかもスミスマシンで一回回らないの。無理ですよ、これ。どこが痛いの？なんだろう、太ももとか。ふざけてる。いつもふざけてる動画しか撮ってない。ふざけてないですって。いつもふざけてる動画しか撮ってないから。勘弁してください。本当にふざけてないです。本当に真面目に無理です。真面目に？じゃあ、いや、この可動域でいいか。この可動域で、はい、こっから始めよう。いいですか、それ。これでいい。これだったら、はい。大会までは3週間だよ。はい。じゃあ、行きます。胸やって、腰立てて。そう、立ち上がれ。いいじゃん。これ持ちましたね。はい。せーの。はい、立ち上がって。ここでいい。立ち上がって。はい、もう一回。せーの。テンポよく。3、はい、下がんで。下がんで。はい。5。はい。起きて何か食べた？今日は何も食べてない。食ってないんだい。ダメだ。それトレーニング前の食事は基本中基本だから、これから食べるようにしてやると。いやー、マジか。まず3食食べよう。3食。3食も食べれないですよ。そんなことありえる？1日3食無理なの？3食はちょっと健康的すぎます。3食、じゃあ2食。2食ぐらいからいきます。普段2食？普段2食くらいですね。じゃあもう1食頑張って増やそう。3ですか。3、まず3食いえー、食べよう。そんな食べますね、今。いや、3食パンピーでも食うじゃん。おー、そうっすね。幼稚園児だって食うぜ、そんなの。幼稚園児の方が食ってんじゃない。
悔しくないのか、幼稚園児に負けても悔しくない、悔しいとかは感じたことないですね。増やそう、とにかく。じゃあ、見せて。いや本当ですか、うん、いやちょっと、いや、そんなんで勝てねえよ。やろう、もう一回。え、まだやるんですか。何セットでもやるよ。かなり限界に近いですよ、今。いや、君の限界の基準低すぎるよ。いやちょっとしんどいですって。しかもろう。で、てんくんさ、本当につらい。しんどいですよ。本当につらい。俺さ、たまにジムで注意されちゃうんだけど、主に声なんだけど、どうしても騒いじゃうからさ、きつすぎて。うわ、そう、どういう顔してんの、そういう時。どういう顔してんの、さっき。甘いよ。甘い。俺もう本当にね、白い向きながらやってるよ。白い向きながら。こうやってさ。ああ、ああって。で、あと頭振る。こうやって。ああ、痛い。って言いながらやってるよ。はい。スクワットってさ、たまにさ、痛いじゃん、腰。はい、腰振るんだよ。痛み和らげるために。そしたらさ、サザエさんの玉かって言われた。これって腰振ってるから痛すぎてさあ行くぞ。今度はね、ここまでしゃがむ、はい、で全部立たない、ここまで、まあ、中間地点まで、一番までやろう。何回ですか。限界までですか。俺回数決めない、いつも。しんどいですね。しんどい。めっちゃ結構しんどいとこでしたよね。これをね、やりきれれば本当偉いよ。これね、筋トレしてる人でさえスクワットって普段やらないもん、きつくて。人気のない種目だから、この種目さえやれるようになったこと本当にいいと思う。わかりました。始まる。いや、これきついよ。やりたくないです、本当にこれ。大丈夫、これを乗り越えてんの。そして、そう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 、よ、せーの、はい、立ち上がる。上げるんですか。立ち上がる、せーの、絶対無理だよ、これ。じゃあ、しゃが、俺、立つところは補助するから、しゃがむとこは自分で耐えて、ブレーキ。え、絶対無理です、これ。せーの、はい、耐えて。おー、ちょっと、だだだだ、いって感じで、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。足が、たまに俺寝れないもん、足が熱くて。それぐらいやってほしい。どうせ行ってほしいけど、週に2回3回ってね、行ってほしいけど、それぐらいやってほしい。もう熱くて寝れないもん。はい、うん、頼むよ、頑張ろうよ。まあはい、でも大会には出るんですもんね。その方が親も喜ぶし、リスナーさんも喜ぶし、自分の体にもいいし。そうでしょ。どうなんすかね、親も喜ばんですけどね。あんまり健康でいることは喜んでくれるの。もう会えばこういうんだな、本当に。まあ、そうですね。だからこんな生活送ってんだよ。まあ、はい。たまには従ってみ。はい。じゃあ、どうしてたよ。嘘、まだやるんですか。じゃあ、最後。最後でいいですか、次が。限界までやろう。本当に限界まで。いや、本当に限界ですよ。やばかったです、今。いや、親も喜ぶから。リスナーも喜ぶから。そんな親喜ばせたがるなっていいっすよ。次何やるんですか。同じこと。ちょっと勘弁してください。あれ死んでしまいますよ。絶命する。スクワットで。まあ絶命はしない。大丈夫だよ、俺死んでないもん。今までやってきて、今本当に力入んなくなったし。それをやるんだよ。これ、まあ、これぐらいのトレーニングね、毎週に2回とか3回でいい。30分とかでいい。いやそれでいい。二度とやりたくないですけどね。普段だったらね、抱きついてる子だけど、今日は真面目な動画だから。はい、よ、はい、よし、頑張れ。しゃがみ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 。またね、もともともと。よし、それ、ここからせーやん。はい。はい。はい。ちょっと。ちょっと待って、ほんとに。いっ。マジで。足痛いのは当たり前だから。次立ち上がったよ、せーの。もっともっと、立ち上がれ、立ち上がれ、直立、OK、戻せ。
しんどい。汗かいてないじゃん。いや、汗はかかないですけど、でも本当に今筋肉が痛いです。しんどいです。勘弁してください。一緒に話し合って出ようって言ったじゃん。話し合ってました。話し合ってたよ。今日はスクワットこんぐらいにしといてあげるよ。真面目な動画だからさ、動画じゃない、動画でもあるんだけど、企画でもあるけど、今後のね、人生にかかってくると思うのね。人生に関わってきますか？多分このままだとね、成人病で死ぬよ、あと10年で。いや、いいですよ。そんなことなりたくないでしょ。笑っちゃったけど。まあそうっすね。うん。過度なトレーニングはちょっと問題かもしれないけど、適度な頻度で適度な時間やってもらいたい。そう。だからこれを毎日とは言わないよ。今日は足やったけど、明後日は胸やとか。で、そのまた3日後、4日後に背中やるとか。そういう感じと思う。トレーニングに関しての質問だったり、アドバイスは俺がするから LINE で。うん。そんなあれもこれもってやらなくていいから。1日2種目でいいよ。はい。うん。そうやっていこう。はい。うん。まあ、一刻も早くやめたいですけども、はい。やります。大丈夫かな、この先。頼むよ、レテン。本当に。俺も同じ日ね、同じ会場に行けるか分かんないけど、その付近で同じように戦ってるから。はい。3週間後お互いね、笑って終えるようにしようよ。まあちょっと明日には、ちょっと全部連絡先消したいところですけどね。ブロック。はい、ブロックしたいです。じゃあ家行くから俺。ああ、そっか、住所は分かってるんですもんね。もう家引っ越さないと思うね、俺。ああ。無理だよ。俺から逃げらんないから。ちょっと最悪です。絶対ね、あ、やってよかったと思うよ、3週間後。そう思うために頑張ろう。いやー、今日だってもう車椅子で帰りたいっすもん。しんどすぎです。話せてるから全然まだ楽でしょ。いやいやいや。会話できても全然帰れるよ。大丈夫だよ。やってみようぜ、ほんと。はい。まあ今年はちょっと挑戦の年ということで、ね、新しいことにも挑戦してさ、やっていこうよ。そうっすね。うん。じゃあ頑張ろう。はい。よし、じゃあ今日は。この辺で終わります。じゃあ、レテン、頑張ろうね。はい。